皆さんこんにちは、心理カウンセラーののりたけ健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、ズバリなぜ5類にならないのかというねテーマでお話をしてみたいと思います。まあ、最近こちらのね〇〇〇のテーマも、お話ししてるんですが、これを取れない本当の原因は、5類に、下げてないからではないかということもね、踏まえてちょっとお話をしてみたいなというふうに思います。その前にですね、昨日、元競輪選手のですね、佐京源のすめらさん、これね本名なんですね、佐京源のすめらさんというね方と、対談の動画を撮らさせていただきました。豊橋の方で、ちょっと公開でですね、公開対談収録をさせていただいて、対談させていただきました。非常にね楽しかったし、とてもですね温かい、メッセージをいっぱいいただきました。まあ、コロナ関係とは、直接そんなに、結びつかないようなお話が多いかもしれないんですけれども、非常に面白い内容になっていると思いますので、近日中に公開させていただこうと思います。いますので楽しみにしていてください。はい、ということで、早速話してお話を進めていきたいと思います。ですね、まあ皆さんご存知の通り、感染症にはですね1類から5類まで分類がありまして、まあいわゆる、一般的な季節性のインフルエンザなどは5類に当たるわけなんですね。で今回、新型コロナウイルス感染症というものは、もともとは指定感染症に分類されてたんですが、ですね、去年の1月ぐらいだったかな、2021年の1月頃に、その期限が切れるということで、今現在ですね、新型インフルエンザ等感染症という、ちょっと特別枠みたいなところに入ってるんですね。新型インフルエンザ等感染症という分類があるんです。で、そこに今、コロナも入っていることになります。で、この新型インフルエンザ等感染症という分類が、どういう分類かというと、1類、2類と同じぐらい、まあよく 1.5 類相当とか、2類相当とか1類相当とかって言われてるんですが、もうほとんど1類と、もしくは1類以上のような、制限。1類というとですね、エボラ出血熱とか、ペストとかですね、もう致死率がすごく 80% とかね、エボラ出血熱とか、致死率が 80% ぐらいの感染症が1類に相当されてるんですね。非常に厳しい分類になってます。そしてその下が2類。2類は結核とか、あとは SARS、MERS とかですね、が2類相当とに分類をされています。で、新型インフルエンザと感染症、要は新型コロナウイルスの感染症がどのぐらいに分類されているかっていうと、もうほぼ1類と同じぐらいの、扱い、要はエボラ出血熱と同じぐらいの扱いで今厳しく、分類されているんですね。で、それがゆえにですね、例えば、感染した時に、外出の自粛の要請ができたりとかですね。まあ入院勧告ができたりとか、あとは就業制限ですよね。仕事に行かないでくださいね、何日間っていうことが言えたりします。で、プラスアルファ、今一番問題になっているのが、あとは濃厚接触者ですよね。濃厚接触者の定義っていうのは少しずつ変わってきているんですけれども、この新型インフルエンザ等感染症に分類されているがゆえにですね、濃厚接触者も、人と会っちゃいけませんよとか、自宅で待機してくださいねとか、何日間ね、そういうのが決められていたりします。で、これが何が一番問題かというと、まあ、いろんなこれによって弊害があって、もう過去にもですね、まあ、いろんな方が早く5類にした方がいいという、メッセージを出していたりとか、僕も過去に何度もですね、この5類相当になぜならないのかとか、その本当の理由とかね、いろんな動画を撮らさせていただいているんですけれども、改めてちょっと今この現時点でですね、考えてみたいなというふうに思います。で、ですね、このまず弊害なんですが、なぜ新型インフルエンザ等感染症に分類されていると、大変なのかというと、もうそもそもですね、これもう今感染して当たり前みたいな状況になってるじゃないですか。まあ、特にオミクロンになってもすごく拡大しましたよね。で、もちろん症状が重い方も中には見えるかもしれないですが、だんだん、致死率や重症化率が下がってきてですね、まあ、いわゆるインフルエンザと近いような状態に今なってるのが現状だと思うんですね。で、なのに、この、新型インフルエンザと感染症に分類されていることによって、感染したらもう何日間も自宅で待機しなきゃいけない。例えば無症状でもね、PCR 検査で陽性になってしまうと、何日間か。今、ちょっと自治体によって違うんですかね。今何日なんですかね。10日なのか2週間なのか、僕ちょっとはっきり覚えてないんですが、家にいなきゃいけない。仕事に行けなくなるっていうことで、非常に生活に支障があるということですね。で、プラスアルファ濃厚接触者も、何日間か待機しなければいけないので、濃厚接触者になることも怖いわけです。で、この濃厚接触者の定義がまた、非常にですね、どうなのっていうことがいっぱいあるんですが、例えばこれを、〇〇〇をしていたら、
なんか濃厚接触者の定義にならないとかですね、同じ空間にいても。はい。あとは何分以内だったら、例えばこれを外してね、食事をしたりしても、何分、15分以内だったら濃厚接触者の定義にならないとか、ちょっと僕もここ詳しいところ、ひょっとしたら自治体によっても違うかもしれないので、それぞれ、あと、時間とともにね、変わってきたりするので、今、最新の情報わからないんですけれども、まあ、そういうことが一般的にあることがゆえに、濃厚接触者になりたくない。要は、濃厚接触者になってしまったら会社に行けないとか、仕事に行けないとか。で、それ、例えばアルバイトとかだったら保証されないですからね、アルバイト料がですね。はい。で、もちろん、感染したとしても、PCR 検査で陽性になってしまうと、例えば無症状であっても、もう長いこと、仕事に行けないとか、そういう状況になってしまうということで、非常にリスクを伴うわけですね。なので、これをね、外せない本当の理由は、もちろんね、これが顔を出したくないとか、まあ、いろんな理由があるかもしれないです。あと、本当にね、なんか、恐怖感を植え付けられてしまっていて、怖いっていう理由でしてる人もいるかもしれない。だけど、例えば5類になってないので、これをしてないことで、例えば会社にいると、会社から強制はされてないんだけども、もし誰かが、PCR 検査で陽性になった場合に、濃厚接触者として定義されてしまって、自分も会社に行けなくなってしまうとか、仕事に行けなくなってしまう可能性があるとかですね。学校でも、子供がね、本当は外したいんだけれども、外すと、学校で、誰かが感染した時に、濃厚接触者として定義されてしまうとかですね。なんかその辺のこともあって、実はこれを外せれない、一番の元凶は、この新型インフルエンザ等感染症に、分類されているからというのも一つ大きいんじゃないかなというふうに思っています。これはですね、僕の動画の中でのコメント欄でも、たくさんの方からね、ご意見を、コメントをいただいていて、本当に僕もなるほどな、そうだよなっていうことはずっと常々思っていました。なので、これを早く5類相当にすれば、いわゆるインフルエンザと同じような形になりますので、濃厚接触者がね、別に無症状の人が、仕事に行けなくなるとか、そういうことがなくなるわけなので、そんなに怖がる必要もなくなってくると、そういう体裁ですよね。例えば会社からしても、やっぱり文句の一つでも言われるわけですよね。してないことで、濃厚接触者に定義されて、会社に行けませんとなったら、なんでお前してないんだと言われてしまうので、泣く泣くしなきゃいけないとか、まあ、学校でも同じような状況が続いているんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、なぜね、早く5類にすればいいのに、もう、エボラ出血熱とか、ペストとかみたいな病じゃないっていうのは、もうみんなわかるじゃないですか。わかるじゃないですか。ね、結核とかね、SARS、MERS のような病気じゃないっていうのもわかるじゃないですか。今、現時点でね。なのに、未だに変えない。して、新型インフルエンザと感染症に分類している理由は何か。まあ、多分これ、いろいろあると思います。見えないところでいろいろあると思います。表向きは、いやいや、まだね、きちんとした治療薬も出てないしとか、まだこう、怖い、変異もね、するかもしれないしとかね、まあ、いろんなことが言われていますが、表向きの理由としては。で、本当の理由は何なのかっていうことですよね。で、多分これもね、見えないところでいっぱい理由があると思うんですが、僕は、ここから先は僕の推測になります。事実かどうかは分かんないので、それをもとに聞いていただければと思うんですが、主に2つあると思うんですね。1つ目がこちらですよね。〇〇〇〇、今進められていますよね。4回目もスタートしています。で、なぜこれが関係あるかというとですね、これがですね、特例承認という形で、認可されているわけですね。正式にまだ認可されていない。要は治験中のものになるわけです。で、特例承認として認可されている。通常の、正式な認可されたものとは違うわけなんですね。で、特例承認って何かっていうと、緊急事態で使用がまあ必要だからということで認可されているわけです。で、これ、ちょっと厚生労働省のホームページに書いてあるので、そこからちょっと読んでみたいと思うんですが、特例承認とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の3、法律第14条の3、第1項の規定に基づき、理由が3つあります。1、疾病のまん延防止等のために緊急の使用が必要。緊急の使用が必要。で、2つ目、当該医薬品の使用以外に適切な方法がない。で、3つ目、海外で販売等が認められている。という要件を満たす、要はこの3つの要件を満たす医薬品について、承認申請資料のうち臨床試験以外のものを承認後の提出しても良いと、として特例的な承認をする制度ですということなんですね。で、ここでこの3つ、もう1回言いますと、緊急の使用が必要であるということですね。で、これ、緊急かどうかっていうことを、まず、指針の1つとして、今ですね、簡単に言うと、新型インフルエンザと
感染症に分類されている、いわゆるエボラ出血熱とか、ペストとか SARS、MERS とかと同じぐらい怖いウイルスですよ、感染症ですよということで今分類しているわけですね。そこと同じカテゴリーに入っているわけですから。なので、そのぐらい今緊急事態なんだっていうことなんです。だから、この特例承認の、これをね、使えますよっていう前提のもとで、認可が下りているということなんですね。で、2番目、当該薬品の使用以外の適切な方法がない。まあ、他の治療薬が正式なものがどんどん認可されてしまうと、またこれも特例承認のものが使えなくなってしまうということですね。で、3つ目は海外で、販売等が認められている。要は海外で先に使われているので使えますよってことですね。で、この1番目、やっぱり緊急の使用が必要。緊急でない場合は、この特例承認の医薬品というのは使えなくなってしまうわけなんです。で、これ、厳密にはどうなのかわかんないんですけども、一般的に言われているのが5類相当にしてしまうと、これ通常のインフルエンザと同じような扱いになってしまうので、これは緊急事態ではない。緊急の使用として特例承認の、こちらがね、認められなくなるんではないか、法的に。ということも、言われていたりします。実際にこれ、5類になった時にこれが適用されるのか適用されないのかっていうところまでは、ちょっとまだわからないんですけども、適用されなくなる可能性もあるし、ここを突っ込まれる可能性もあるわけですね。もし無理やりそれでも OK にした場合、突っ込まれる可能性もあるので、なかなか5類相当に変更できない。という裏側の事情があるんじゃないだろうかという推測が1点目ですよね。2点目は、新型インフルエンザ等感染症に分類されていることにより、いろいろなですね、補助金だとか、まあ、そういう利権の問題ですよね。利権の問題がそれ得をしている人たちがいっぱいいるということですね。まあ、分かりやすく一つ言うと、新型インフルエンザ等感染症に分類されていることによって、一般の病院ではこれ病院で見れないわけですね。怖い感染症なので、一般の病院では、見てはいけませんよというふうになっています。入院もできませんよというふうになっています。そこに、指定された病院で入院してくださいね。指定された病院でこの、新型インフルエンザと感染症を扱える病院に限定して入院ができたりとか、診察してもらったりとかっていうことができるように今なっているわけですね。なので、日本にたくさんの病院、そしてベッドがあるんだけれども、実際に新型コロナウイルスとして感染した時に入院できる病院っていうのは限られているということなんです。限られている。その限られてるがゆえに、少し感染者とか PCR 検査陽性者、が増えると、ベッドが足りなくなるとかですね、医療崩壊が起きそうになるとか、散々、過去にニュースで流れていましたけれども、それは、日本の医療のキャパが少ないというよりは、実際にこのコロナウイルスを対応できる病院や病院のベッド数が少ないので、すぐに溢れそうになってしまう。ちっちゃいコップで水を注いでいるようなものということですよね。そういうデメリットもあるんですけれども、ただそれがゆえにですね、実はもし感染が増えた場合に、その緊急事態、医療崩壊が起きないように、その指定された病院は、病床を確保してくださいね。その代わり、確保してもらう代わりに、患者さんがいなくてもね、要は入院してなくても、コロナウイルスの患者さんがいなくても、見ていなくても、1病床につきいくらいくら補助金を出しますよ。ね。そりゃ、当然、理にかなってる部分もあるかもしれないんですが、緊急事態の時にはそうやって開けておかないと、そこでね、何か他の入院患者さんとか入れてしまうと、緊急、もしパーって流行った時に入れれないよねっていう名目で、たくさんね、開けといてくださいね、ということで、確保されているわけですね。で、それによる補助金というのがめちゃくちゃ膨大なお金が今使われているということなんです。で、これもね、緊急事態の時に本当にそれをやるっていうのは、僕は必要なことだと思うんですけれども、本当に今この現状で、要はオミクロンになってね、それをやり続けることが本当に必要なのかということなんですね。現状がもう全然1年前、2年前と変わってきているじゃないですか。で、いろんなことが分かってきている。なのに、ほとんど僕の周りでもいっぱい、感染している人、PCR 検査陽性になっている人いっぱいいますけれども、入院したっていう人ってほとんど聞かないですよね。今年に入って、たまにはいるかもしれないんですが、ほとんど全体からするとめちゃくちゃ少ない。なのに今、新型インフルエンザと感染症に分類されていることによって、非常にその病床の確保などがあって、そこに対する補助金がですね、べらぼうにお金が流れている。お金が流れているということは、それを止めたくない人たちもいるのかもしれないという、推測です。
はい、本当かどうかは分かりません。皆さんにお任せします。まあ、この2点がですね、結構大きな理由なんじゃないかなと思います。まあ、それ以外にも多分ね、いろいろあると思うんですけれども、それによってね、反対する勢力がめちゃくちゃいっぱい多いんですよね。なので、いつまで経っても5類にならない。ね、まあ、参議院選挙が終わったらですね、まあ、ちょっと検討するのかちょっとわかんないんですけども、一時期岸田さんも、5類相当に、ね、することも検討をするみたいなね、ことをちらっと言ったんですけど、すぐに撤回されましたよね。これ多分大きな力が働いていると思うんです。はい。なので、これ僕はですね、もう1年前、以上前からですね、もう5類に早くした方がいい、しなければ、すればね、多くの問題が解決すると思うんですね。これは、長尾クリニックの長尾和弘先生もずっとね、言ってます。もう、早期診断、早期治療をね、できるため、するためには5類にした方がいいと。逆に今、早期診断、早期治療ができない状態になってるんですね。家で、ほったらかしですよ、ほとんどの方が。家で、自分で治してくださいねっていう状態になってるので、それをやめてね、早めに、今、治医者がちゃんと介入して、早期治療をすれば、そんなに恐れるものではないっていうことをね、ずっと、訴え続けてくれています。なので早く5類になってほしいなと思うんですが、なかなかならない理由はこういう裏側の理由が本当は一番強いんではないかなと個人的には思っていますが、皆さんはどう思いますでしょうか。まあ本当に、まあこれのもね、早く取れる日が、特に子どもたちですよね。このこういう一部の、これをね、進めたいがためとか、まあそういうね、補助金のこととか、まあいろんなね、利権のことで、それが理由で子供たちが犠牲になってるっていうことを考えると、本当に心が痛いですよね。早く、一日も早く子供たちを守ってあげれる、社会に戻ってほしいなと思っています。ということで、皆さんまた会いましょう。バイバイ。